はい、こんにちは、レトスノーノです。5月11日の3問に入っていきます。 A が所有する高建物に塀を設置するために B に塀の設置を受け負わせた。その後 A は高建物を C に賃借し、 C が占有しているときに工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者 D に怪我をさせてしまった。 B は瑕疵を作り出したことに過失がある場合、全額賠償した C は B に対して求償できる丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ丸ですね。状況としては、まあ、前回とね、同じなんですけども、所有者 A が、請負業者 B に塀の設置、これを任せたわけですね。で、設置しましたよと。で、A さん、所有者 A は、高建物及び塀を C に貸しましたよと。まあ、こういう状況なんですね。で、塀が崩れて D が被害を受けましたと。で、この被害について C さん、占有者 C が D さんに全額賠償してます。で、この請負業者 B っていうのは、瑕疵を作り出したことに過失があるって話なんですね。B さん、過失あります。このような場合、賠償した C さんっていうのは、B さんに対して求償することができるんですね。つまり、お金を払った、賠償したから、その分払ってくださいね。B さんが瑕疵を作り出したってことは、B さんが結局は悪いわけですよね。だから、賠償した C さんは B さんに対して、後で請求することができますよ、ということです。なので、丸になるということですね。で、問い2ですね。罰則です。高県知事免許を受けている宅建業者 A が正当な理由なくその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、 A は高県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。丸か×かという問題です。答えはこの部分ですね。100万円の罰金刑を受けることもある、これが誤りです。今回秘密を漏らすってことは守秘義務違反ですよね。守秘義務違反をすると監督処分を受けるとともに50万以下の罰金刑にも課せられます。つまり監督処分っていうのは業務停止処分なので、まあ、この部分は正しいんですね。ただこっちですね、50万以下の罰金刑を受けることはあるけれども100万円の罰金刑を受けることっていうのはありません。よって誤りだということです。で、問い3です。都道府県知事は造成宅地防災区域について擁壁等の設置または改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の自由がなくなったと認めるときはその指定を解除するものとする。丸か×かという問題です。答えは丸ですね。造成宅地防災区域について擁壁などの設置改造など災害防止のため必要な措置を講ずることにより、指定の自由がなくなったら、まあ、つまり、まあ、指定する意味がなくなったってことですね。安全だと判断したのならば、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。これは、造成宅地防災区域に指定しておく意味がないからです。まあ、少し考えたら当然の話ですね。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。